はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、 3COINS で販売されている丸型ワイヤレスキーボード、これを買ってきました。はい、パッケージ横向きですいません。ちょっと縦長なんで、こうすると、収まらないんですよ。はい、パッケージ外観はこんな感じ。税別1800円、税込み1980円のちょっと一見タイプライターチックなおしゃれな感じのキーボードに見えるんですけど、実はこれ実際店頭で実物見てみると若干おもちゃっぽい、そんなイメージもあったんで、今回これ開けて中見てどんなものかご紹介してみたいと思います。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは 3COINS 丸型ワイヤレスキーボードです。今回ご紹介するこちら、 3COINS 丸型ワイヤレスキーボード、カラバリはベージュ、ピンク、パープル。今回僕はパープルを買ってきました。で、特徴としてはタイプライターのようなキーキャップがレトロで可愛らしいワイヤレスキーボード、パステルカラーの色味がデスク周りをおしゃれにしてくれます。スマートフォンなどを立てられるスタンド付き、こういったキーボードになってます。で、商品詳細はこんな感じ。 Bluetooth バージョン 5.0 のキータイプはメンブレンで、キーピッチは約 1.9 センチ、キーストロークは約 2.6 センチ、キー数84の US 配列キーボードになります。単4電池2本別途必要。で、サイズは約 33×16×2.6 センチ。はい、それでは開けて中見ていきます。と言ってもこれ最近のスリコさんの商品、はい、わかりますかね、封印シールないものが多いです。はい、それでは行きますよ、せーの。はい、これが 3COINS の丸型ワイヤレスキーボード。あ、本体の前にこういった説明書がついてました。はい、ペラ紙一枚でこんな感じになってます。で、さっきもお話しした通り、単4電池2本別途用意が必要です。およそ約80時間動作するとのことで、 US 配列ではあるんですけど、こんな感じで日本語表記がしてあります。はい、ちょっとキーボード配列はやっぱり特殊ですかね。はい、こんな感じ。よかったら一時停止を駆使してご確認ください。で、背面はこんな感じ。全体的に艶消しの樹脂で、四隅にゴム足がついてるんで、結構しっかり滑らないようになってます。あ、で、擬滴マークもあって、ここがパカッと開いて電池ケースになってます。で、これ Bluetooth キーボードなんで、レシーバーはないタイプ。はい、それでは電池を2本差し込んで、はい、こんな感じで、電源スイッチは、あ、ないのかな？なさそうですね。FN キーと C を長押しで、あ、電源入りました。これ見えますかね？ペアリングモード来ました。ってことで、接続したい機器の Bluetooth 設定を開いて、BT ラウンド、これをタップ。あ、スリープ入っちゃってました。もう一回タップで、はい、これで接続できました。で、ここ、スマホやタブレットを立てるスタンドがあるんで、ここに立ててみると、はい、こんな感じ。めっちゃ角度急っすね。あ、そうか。これ、ケースに入ってるから、ちょっと分厚すぎるのかな？やっぱり、ケースを外すと、ほんとちょうどいい感じに、iPad mini 立てることができました。でもこれ、iPad mini で、一番端を右に合わすと、これぐらいしか余裕ないんで、あれこれ、iPad いけるのかな？もしかしたら、ちょっと厳しいかもしれません。で、ちなみに、今回パープルを選んだ理由、それは、この前ご紹介した、この、同じく 3COINS の、薄型専用タイプの、このマウス、これに合わせるとちょうどいいのかなと思って、買ってきたんですけど、やっぱり質感は、バッチリ合いますね。この本体の仕上げと色、同じ色味、同じ質感です。ということで、マウスもペアリングして、これで、メモを開いて、はい、ちゃんと、打つことができました。これは、打ちやすいかもしれません。あ、思ったより、悪くないですね。ちょっと正直、おもちゃっぽい印象あったんですけど、タイプライターっぽさ、これも悪くないかも。でもさっきご覧いただいた通り、結構特殊な配列ではあるんで、このあたり好みは分かれるかと思います。でもこれ、ほんと悪くないかもしれません。ちなみに、キーボード、かなり静音性は高いんで、
はい、こんな感じ。もちろん力強く叩くとターンってなりますけど、特にこの白いキーボードの部分はかなり静音性高いんじゃないかと思います。はい、どうでしょうか。動作モードの切り替えもあるんで、 iPad の場合は FN プラス Q、 これであれでも音量の上げ下げとかうまくこのマーク反映されてないのかな。やっぱり全部のモード試してみましたけど、この音量の上げ下げとか iPadOS に最適化されてない部分もありました。このあたりはちょっと iPad で使うには微妙なのかもしれません。まあでも本当打ち心地はかなりいい感じなんで、意外と気に入る方いらっしゃるんじゃないですかね。でやっぱりこれ個人的にはあとちょっとだけ角度つけれたらよかったのにっていう、そういう印象はありました。ただこれさっきもお話しした通り、前回ご紹介したこのマウス、これとの組み合わせはかなりぴったんこな感じで、いや悪くないんじゃないでしょうか。でさっき iPad mini をはめていたこのタブレットスタンド部、ここにはペラペラのゴムがついていて本体を傷つけにくくなってます。あ、これが外せる仕様になっていたらもうちょっと厚めのケースをつけたまんまでも使えたのかもしれませんけど、場合によってはこういったこのスタンドを使わずに使っていく方法になるかもしれません。ちなみにスマホなら縦置き横置きともにケースつけていても、特に薄いスマホなら問題ないんじゃないかと思います。はい、ということで今回ご紹介した3COINS の丸型ワイヤレスキーボード、そしてついでにこれ充電式の薄型専用、こういったマウスも説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。はい、でこういった3COINS の商品ちょこちょこ紹介してますけど、中には近くに3COINS ないっていう方結構いらっしゃいますよね。で実は3COINS さんではネット通販もされてます。ただし送料かかります。でもね、税込み5000以上で送料無料になるんで、例えば他にも気に入った商品いろいろ合わせて買っちゃおうかなっていう方、そういう方には店舗に行って売り切れていてショック、そういうこともないんで、 3COINS のネット通販これも結構いいんじゃないでしょうか。そのあたりも含めて説明欄にリンク貼っときますんで、よかったら一度チェックしてみてください。ということで今回ちょっとレトロな感じのタイプライターチックな3COINS 丸型ワイヤレスキーボード買ってきたんですけど、意外とこれ実は重量もあってしっかり安定してるんで実用性も高いかもしれません。よかったらご参考になさってください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。